今回はトゥータムの体験版を遊んでみたいと思います。このエリアを通過するたびにゲームはオートセーブされます。ジャンプするにはコントローラーの A ボタンかキーボードのスペースキーを押してください。バリアを壊すには5つの星が必要です。ふう、やっとね。何千年も待ってたけど、トゥータムが目覚めてくれてよかった。目覚めたからには行ってやりたい放題しましょう。トゥータムって？トゥータムってあなたのことよ。どうしたの？気分が滑れなさそうだけど。ごめんなさい、喋れるケンさん。私は目覚めたばかりで、正直自分が何者なのか思い出すような時間もなかったの。ああ、記憶を失ったのね。きっと魔法のせいだわ。ガーディアンを探しに行きましょう。彼が答えを知っているはず。それと覚えておいてほしいんだけど、私はエンチャントレス、あなたのお気に入りの剣よ。精密プラットフォーマーって全然やったことないからドキドキします。エンカンタドーラはエンチャントレスって言ってたから、女性の話し方でいいのかしら。あの星を集めればいいのね。で、鍵もあるけど、あれで扉を開けるみたい。もう進めないんですが。他に行くところないわよね。なるほど。最初から2段ジャンプできるのね。こんな感じかしらね。いけたわ。で、鍵を取ってこないと扉が開けられない。2段ジャンプしてくれないことがあります。入力するタイミングがシビアなのかしら。多分そうなんでしょう。結構操作感覚はつかむのは難しいかもしれない。体力ゲージとかがないから多分一発でミスなんでしょうね。X を押すとエンカンタドーラを指定方向に投げられ、汚染された敵のみを攻撃します。また X を押し続けると壁に固定され、高い場所に登るための足場として使用できます。剣を壁に刺すとそこに乗って進めるみたいです。なるほど、こういうあれね。あれが敵かしら。これは倒せないみたいです。汚染された敵じゃないから。ただ、足止めすることしかできないみたい。では、星を取りに行かないと。
取れたわね。上に行ってみます。多分剣を使えば登れそうだけど。姉妹ドット絵が可愛いですね。セガマーク3の画面の雰囲気を思い出します。あれも倒せない敵なのかしら。ちょっと行ってみます。倒せないみたいね。やられた。集めた星がゼロに戻っていますね。セーブポイントに戻ってないからか。こういう進行状況はセーブしておいてほしいですね。飛び越えて進むしかないわね。ここは PV にあった場所ですね。空中ダッシュがないから多分まだ進めないでしょう。これは体験版です。まだこのアイテムは取れないのかしらね。あの星を取りに行きます。剣を足場にして。ダメだわ。イトライの時の暗転がちょっと遅いですね。これは製品版までに直してほしいところ。星を集め直さないとね。星を取るたびにセーブポイントまで戻ればいいのかしらね。まあ私は横着しちゃうけど。なかなかシビアね。これが精密プラットフォーマーってやつか。取れた。結構タイミングが厳しいですね。一発ミスじゃなくライフ制でもいいかも。ここは難しかったですね。小さいお子さんなら泣くでしょうね。桃空にあったみたいなジャンプブロックです。タイミングがわからない。ジャンプを押さないでただ乗ってればいいのかしら。あれ、ボスじゃないのかね。まだ何もしてこない。あれ、アイテムの説明がないわね。どうやら空中ダッシュを取ったみたいです。待って待って、どうかしたの。この彫像は汚染されているわ。推測じゃない、事実よ。気をつけて。トゥータム、球体を攻撃して浄化するの。一瞬でやられましたが。ボスは最初にぶつかってくるのだけ避けられれば、あとは難しくないみたいです。ここで落ちてくるのを待ちます。あとは剣を当てるだけ。こんな感じなんですが、ただボスを倒した後の帰り道でミスをしてしまうと、もう一度ボスと戦わないといけません。
ミトライポイントの最適化とミトライ自体のスピードアップは修正必須だと思います。それが直ればおすすめタイトルになりますね。汚染された敵というのはボスのことみたいですね。何に汚染されてるのか不明ですが、それにトゥータムちゃんが何者なのかもわからない。エンカンタドーラはやりたい放題しようって言ってたから、元は危険人物だったかもしれないわね。倒したけど帰り道の方は大変なのよね。星を集めつつトラップをまた越えなきゃいけないのよ。なぜミスすると星が消えるのか、不便じゃないですか。ここは緊張しますね。失敗すると面倒い。なんとか星を集めてきました。これで先に進めます。ここは普通に飛べばいいかしらね。うまくいかない。何が待っているかしら。この彫像は導きの手。封印された本を開くと新しい道が示される。本を見つけてこないと先に進めないみたいね。あと調べていないのはこのマップですね。空中ダッシュがあるから先に進めます。この辺は序の口よね。蝶はタクティカルグローブをつけていないんですが、つければよかった。もうちょっと緩めの難度を想像していたもので、カニさんを避けるのはなかなかむずいです。ギリで方向転換して飛ぶ。プレイヤーにホーミングしてくるのよね。こっちは一発でミスだというのに。ここから剣で押してみます。うまくいったわね。本があります。しかしこれはどうやっていくの。一回ダッシュしたらもうできないわよね。とりあえずやるか。あかん。ダッシュしてジャンプしたらもう一回ダッシュ券がもらえるのね。カービィみたいな敵よね。吸い込んだりはしないけど。足場を作ってからジャンプしてダッシュ。あれで進めるようになるのかしら。特にテキストは表示されませんね。製品版だとフレーバーテキストでも出るのかも。綺麗な星ですね。こういうところで何か食べるとうまい。ここはまだできてないみたい。マップが未完成なのね。さっきの本が置いてあります。帰り道はワープで帰りたいけど、こういうゲームでは認められない文化なのかしら。
これで進めるようになってるはず。突然違うエリアに飛ばされました。そういえば全体マップがないですね。メトロイドバニアでもあるはずなんだけど。左側から行けばいいのかな。こういう感じね。あの星は剣を使って取ればいいかしら。なるほど、調子いいわね。しかし一回でもミスすれば星を全て失う。ちょっとプレイヤーに厳しい方と思います。失敗した、やり直せるかどうか。行きました。冷や汗出てきた。うまい位置で刺さないと足場にならないのよね。ちょっと低いか。いけたわ。右と左どっちから行こう。これで星は5個ですね。どっちか行けばよかったのね。もうゴールかしら。ここはノーミスで来れました。危ない、すべてを無駄にするところでした。こうか。あれ、急に終わった。ほとんど一人で作っていらっしゃるのね。リトライ関連の設定、再開位置とか進行状況の保存とか、そういうのが遊びやすくなれば最後までやりたいなという作品でした。精密プラットフォーマーをたくさん遊んできた人向けのゲームなのかしらね。それではご視聴ありがとうございました。